そうっすよね、物販が。で、4D か。で、いろんなところで。ああ、そうです、そうです。含め。結構増えてますよね。そうですね。あ、そうだ。で、実績めちゃめちゃいっぱいあるじゃないですか、ミュージシャンの。その、ライブ会場とかの。はい、あれ、まあ、さっき米津さん出ました、大塚愛さん。あと、なんか、やられたアーティスト名、こう、バーっと、まあ、言える範囲で、というか、まあ、別に言っても問題ないですよね。はい。まあ、トリプル A の日誌さんのドームツアー、はい、あと、シャイニーのテミンさんの、はいはいはい、ホールツアーかな、アリーナツアーか。はいはいはい。あとは、有名どころってあれですけど、はい、まあ、EXILE THE SECOND さんとか、まあ、EXILE の小吉さんの一緒にイベント立ってるとか、はいはい、なるほど、まあ、いっぱいいますね。なるほど。いや、本当に伊藤さんの実績ってすごいんですよ。まあ、すごい変な言い方になっちゃうんですけど、やっぱりその実績ってその人のもう確固たるものじゃないですか。で、それがもう圧倒的に僕日本一だと思いますよ。僕しかやってなかったんでですね。まあそうですよね。まあ、あと結構なんていうんですかね、音楽業界というか芸能界も、うん、まあ、言っちゃえば村社会じゃないですか、はい、そこでちゃんと入って信頼されて仕事が回ってくるテーブルまでちゃんとたどり着いてないと、うん、いろんなアーティストがそういう話って、そうですね、まあ、それはそうですよね。ただやっぱりポイントは、うん、もちろん代わりの演出っていうのはもの珍しいものだったし、うん、ファンにとってはものすごいいい演出だと思うんですけど、多分事務所側的にポイントだったのが、はい、まあ、先ほど水谷さんもおっしゃった通り、はい、グッズ化できるっていうところで、僕らがずっと音楽協会にマネタイズの提案してた時に、うん、事務所がやっぱり儲からないとやっぱりやっていただけないと思ってたんで、うん、アーティストグッズって基本 T シャツとかタオルとか、うん、はい、その単品売りじゃないですか、はい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 、その時にドンと売るみたいな、はいはいはい、ツアーのグッズ作ってツアーでドンと売るって感じなんですけど、はいはいはい、1商品にで香りの商材入れてくださいと、はい、こう入れると香りの商品って良くも悪くもなくなっちゃうんですよと、はいはいはい、だからなくなったらまた買うんですよと、うん、でも T シャツって 1個買ったら2個3個なかなか買わないじゃないですか、うんうん、でも例えば香水だったりパブリックスプレーを、うん、まあ、ツアーグッズに入れ込んでいただくと、その商品はだいたい1ヶ月か2ヶ月でなくなっちゃうので、うん、ツアーが終わった後も売り上げが上がるスキームが取れますと、うんうんうん、でここのマネタイズをするために香りの演出は反則ですと、うん、香りってやっぱり嗅いで体感させないと、うんうん、どんな匂いかわからない商材なかなか買わないんで、まずライブ会場で体感をさせて、その香りの中に楽しかった記憶、嬉しかった記憶、面白かった記憶、こうワクワクの気持ちをすり込んでやると、ご自宅でまたそのファブリーズとかシュッシュッってした時に、うん、そうですよね、やっぱり鮮明にこう記憶と、うん、いいっすよね、蘇ると、うん、でその香りが、まあ、いわゆる手放せなくなると、うん、なおかつその香りは自分が好きなアーティストがプロデュースして作った香りだよってなっちゃうと、これ価値なんですよ。いや、そうですよね、本当に。だってちょっと桜坂聴きながら、うん、ワイン飲んで桜坂のキャンドルとか炊きたいですもん。そうですね。いや、それってめっちゃいいじゃないですか。いわゆる五感ですよね。要はそういうことですよね。五感で曲を体感するというか、うん、そうですよね。なんかそれで言うと、その、うん、僕本当にまあ、その香りの演出、空間演出という、その新しい手法というか、香りの空間演出ってなんだろう、まあ、そのフレグランスのそのマシン自体、欧米から来ているので向こうにそういった概念はあるんですけど、それを使ってそこから演出としてこう追求していってとかっていうのは、僕あんまり海外で、あの、まあ変な話、チャーリーとチョコレート工場でチョコレートの匂いするぐらいまでしか見たことないんですよ。でそこで結構こう掘って、その先に何があるかこう探り始めているっていう意味では、はい、まあ、すごくこう世界的にも、あの、新しい試みだなと思いますし、うん、まあでもこうやって話してるとこう見ていただいている方も皆さんすごい感じると思うんですけど、やっぱりその
いかにビジネスとして成立するところっていうのをちゃんとセットで提案するかっていうのが、まあ当たり前なんですけど、すごい重要ですよね。それがないとやっぱり実現しないですもんね。なるほど。めちゃくちゃなんかあのコメント入ってますけど、まあそれで、じゃあ例えばですけど、今そのあれをこう入れようと思うとするじゃないですか。その、香りの空間演出をするとした場合、なんかどういう手順になるんですか。じゃあ僕がなんていうんですかね、例えばミュージシャンとするじゃないですか、はいはい、香りの空間演出お願いしたいんですと、はい、なるとなんかどういう段取りでやっていくものなんですか。まあ、まずはまあ会場開演から終演まで、はい、ずっと香らせるパターンと、はいはいはい、まあいわゆるスポットというか、はいはい、この曲の時にこの香りを出してくれっていうパターンと、あとは、まあ、例えばアンコールの時だけこう盛り上げて出してくれとか、はい、なるほど、転換の時に出してくれとかいうご依頼が、まあ、大体3パターンあるんで、まあ、どちらのパターンでしょう、どちらのパターンでのご依頼でしょうかっていう形の確認から、うん、まあ、あとはもうぶっちゃけ香りを、うん、どういった香りをその演奏中というか、うん、ライブ中にファンに届けたいんですかっていうところからですかね。なるほど。でそれをこう決めると、じゃあ仮にですけど、じゃあこのずっとじゃなくて、はい、この曲のタイミングで香りを演出しますと、はい、で、それも固まるとするじゃないですか、はい、でそれに合わせて一緒にじゃあグッズの開発とかもやっていったりするものなんですけど、する場合はそうですね、まあ、制作チームと、まあ、あのグッズチームといろいろあると思うんで、まあ、そこつないでいただいたりとかはしますね。で実際にそのライブの前日とか、まあ、当日でもリハーサルをして、はい、香りをこう出したりとか、そういうのをやって、はい、そうですね。なるほど。じゃあその当日というか、そのライブ会場の搬入のタイミングで一緒に、そして、まあ、ツアーとかになるともうチームでこう動くんで、うん、はい、ひっつき虫みたいについていくって感じですね。楽しそうですね。まあ楽しいですけど、はい、めちゃくちゃきついです、ね。ああ、なるほど。2ヶ月3ヶ月帰れないとかありますから。はい、あ、じゃあもう全国ツアーとかやっぱついていかないといけないんで、はい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 、で会場の広さも各地方違うし、はいはいはい、設置場所も違うし、なるほど。なんでじゃあもう本当にライブの会社って感じになりますね。イベントの制作会社みたいな動きになります。なんでもともとはそういうつもりもなかったといったらあれですけど、はい、あの常設いわゆるホテルに設置して月額料金をいただくような感じのスキルだったんですけど、ツアーとかになると、あ、こういう世界なんだなっていうのは僕らも改めて勉強させていただいたし、なるほど。やっぱりもうプロの集まりじゃないですか、うん、まあ、照明さんもプロで、うん、ね、あの PA さんもプロで、まあ、アーティスト本人、はい、バックミュージシャンもプロでって中でやっぱり皆さんプロの仕事されるんで、まあ、僕らも本当プライド持って、あの確実に満足させる空間を作らないとなっていうところで、まあそうっすよね、はい、やってましたね。まああれでも本当に空気の、その空間の空気の流れみたいのをちゃんと把握するかっていうのがすごい重要ですよね。で、事前に把握してても、そのさっきのそのオーディエンスの体温で空気の上昇気流起こっちゃうみたいな、そういうイレギュラーもあったりするじゃないですか。なるほど。ちなみに今、まあそういうこう香りのライブエンタメにおける香り演出っていうのをやってきてると、いやもうすでにやってきたと思うんですけど、結構そのそういうことをやり始めている新しいプレイヤーってこう入ってきたりしてるんですか。入ってきてると思います。まあちらほら聞きますけど、うん、ただまあホールとかだったらですね、多分、うん、まあ変なし、まあ、そのある程度の知識とのあれができると思うんですけど、はい、やっぱり、はい、アリーナ会場ドーム会場になると、まあ機材の量もありますし、なるほど、なるほど、結構ですね、小箱なら見よう見まねでやれるだろうなと。と僕は思ってます。だけど大箱になると、まあでもまあそりゃそうっすよね。もう8年近くやってくる中で、あの積み重ねてきてるノウハウってあるじゃないですか。ただ、やっぱりまだまだ全然僕らも一部のアーティストさんとしかやれないんで、はい、本当僕らはこのライブ市場に香りを新基準にすると、香り演出を新基準にするっていうところがあれなんで、うん、皆さん本当にやっていただいてですね、うん、まあ、これを日本初で本当世界の、それこそラスベガスのショーとか、うん、まあ、中国の
もう本当 何万人の会場をやるとか、うん、まあ、そういった形でこう広がっていかないと、まあ、市場規模は広がらないんで、なるほど、ぜひやっていただきたいんですけど、なんかこうどういう形のマーケットがいいなって感じなんですか。なんかこうなんて言うんだろうな、オリジナルの香りをもうイベントごとに作ってそれを発射させるっていう、うん、そういうイメージ。まあそうですね。なるほど。なんかこう今後その業界がどうなっていくだろうみたいな予測みたいなのってあります？今こうなってきてるなみたいな。そうですね、まあ、このコロナで2年ちょい、はい、全くライブができない音楽業界だったんで、ただやっぱり日本のエンターテインメントってこうやっぱりどんどん世界に出ていかないとまずいよねってい こう声も結構ある中で、うん、はい、やっぱりこう演出予算なんですよね結局。あ、そのやっぱり韓流が強かったり中国が強かったり、うん、まあ、アメリカヨーロッパがこうやっぱライブ空間ってものすごい日本と違う空間だったりとか、うん、そういうのはやっぱり演出の規模感だったり、うん、っていうところもありますんで、ただ演出の規模感をこう出すためにはやっぱりチケットの売り上げを上げないと、うん、でチケット単価がやっぱり日本も安すぎるってやっぱり言われてて、なんかそれを上げていかないとなっていうのは音楽業界の方たちは言ってありましたね。なるほど。だからそこに香りっていうのが、ね、あのついていける、まあ、香りがメインではないとは思いますけど、うん、まあ、空間作りという意味合いではあの、うん、僕らは必要になってくる業種業態なのかなとは思ってます。なるほど。なんかちょっと話が思いっきりこう飛んじゃうというか、まあじゃあライブ香りの空間、まあ空間演出というかライブ演出だとまあそういう感じじゃないですか、はい、そもそもその空間に対しての香りのまあ設置演出っていうのは、はい、ある程度もうなんか飽和状態まで来てるんですか、マーケット。完全に飽和してると思いますね。なるほど。施設 2B に対してはですね、うん、やっぱりもういろんなメーカー、各種メーカー出てきましたし、やっぱり値段競争になってるのが現状かなとは思いますね。なるほど。なるほど、なるほど。いや、香りの空間演出、香りの演出、あの香り演出か。まあ、絶対ある感じがするんですよね。で、なんか僕は、まあ、香りの演出自体を、すごくこう、まあ僕がやってきているわけではないので、まあ、それをこう僕の場合ものづくりでこうメーカーと小売りをやりながらこう並走しながらこう見ながら、まあたまに携わらせていただいてみたいな感じでこう見ているあれだと、洋服のスタイリストっていう仕事ってもう世の中にがっちりあるじゃないですか。香りの演出家っていうものがなんか今後世の中にしっかりと残っていくかどうかっていうのが、なんかこれから数年間っていうのがすごいこうなんか重要な感じはなんか直感的に僕はしていて、まあ伊藤さん以外にそういう人がこうでどんどん出てきて、なんか新しくまあ小箱でもこうちょっと凝ったことやり始めたりとか、はい、いやいやもう やってもらわないと僕は一人しかいないですし、はい、基本的にやっぱり演出家が現場に行かないといけない仕事なんですよ、はいはい、それはなんでかというと濃度調整からあるんで、はいはい、だから各、うん、まあ、アーティストのライブなんて1日に全国どの会場でも大体やってるんで、はいはいはい、まあ、それだけ数がいないと、だから照明さんとか PA さんとか機材屋さんとかと一緒の量がやっぱり増えないとやっぱり新基準にはならないなとは思いますね。なんかそのなんていうんですかね、まあぶっちゃけというかそのビジネスでこう見ていった時に、はい、その香りの演出で入る部分のなんていうんですかね、ギャランティーでもらうパターンと、はい、そのギャランティーはまあ言ってしまえばないけれども、うん、その代わりグッズに入らせてもらうパターンと、はい、まあ大体どっちかだとは思うんですよ、はい、ケースバイケースで、はい、でもちろんギャランティーで行く場合、要はグッズには入らないですっていうパターンで行く場合って演出予算からそれが流れ、そうですね、割かれるかどうかじゃないですか、はい、割かれる気配ってあります？演出予算から、だからやっぱりある程度大きいアーティストさんじゃないとそもそも演出予算がないじゃないですか。それこそ特攻の
パシャーって飛ぶやつとかも ある程度の、まあ、ホールアリーナドームツアーとかじゃないと、うん、なかなかそういう演出もないでしょうし、うん、まあ、でもそうやって話してるとそのとかこれとかあと火花とか、はいはいはい、あれのようなそのライブ演出のオプションとしての香りっていう位置づけができると、うん、良さそうですよね。だから大道具側に回っていくのか、うん、ただそうなるとやっぱり基準には、まあ、ある意味特効屋さん、うん、特殊演出屋さんになっちゃうので、まあ僕らがもともとその香りをしあのこの香りのビジネスに参入した時のような、うん、例えばホテルにも香りがなかった時代があるわけじゃないですか、うん、だからそういう感じで今ライブには香りがないけど3年後5年後には当たり前になってるよねっていうのが、うん、まあ、僕らが目指す新基準なので。なるほど。だから演出予算ももちろん僕らも、うん、あのもっともっとこうコスト下げて、うん、あのやらないとハマらないなとは思ってますけど。なるほど、なるほど。まあでもあとその街に対して香りの設置とかもなんかできたら面白そうな感じしますよね。なんかその香る街だったりとか。ああ、そうですね、商店街とか。はい、はい、そうですね。そこを本当僕もやりたくて、あと広告と香りを紐付けるとか。ああ、やっぱりその香りの演出的なこう考え方で入るとすごくこうイベンター的な発想になったり、うん、広告的な発想になっていくっていう感じですよね。まあ物を僕自身が作れるわけじゃないので、うん、ただそれをこううまくこうマッチングさせて、うん、まあ、反則に使ったりとか、うん、相乗効果が出るような、うんうんうん、あの何ですかね、こう組み合わせを。まあでもそうですよね。よくそのうなぎのかば焼きの香りをね、こう炊いてるとって言うじゃないですか。食べたくなりますか。はい、なるほど。いや、すごい、あっという間にトータル1時間、はい、今日お付き合いいただきまして、ね、ということでですね、今日は、これまた、後日追っていろいろ発表していきたいなと思うんですけども、まあ、僕は香水、まあ、香りのものづくりをこうずっとやってきてるんですが、まあ、それとはまた違ったプロデューシングというか、その香りの空間演出ということで、まあ、それのこう日本における圧倒的な第一人者として、伊藤さんですね、伊藤さんをゲストに迎えて、お届けしました。